中に入っているのはファイザーなどが開発した新型コロナウイルスのワクチンです。明日から先行して行われる医療従事者への接種を前に、今日都内の病院に届けられました。-78.8 度ですね。はい、異常ございませんので、はい、こちらロガーの病院ではマイナス75度前後で保管され、同意を得た20歳以上の医師や看護師などに順次2回ずつ接種されるということです。この先行接種という事業を通じて、国民の皆さんが安心して受けていただけるためのデータが得られることを期待しております。夕方会見を行ったワクチン接種を担当する河野規制改革担当大臣は、100の医療機関から先行接種の候補者として提示をいただいておりました約4万人の医療従事者に対して、明日から接種を開始いたします。ベネフィットとリスクを正確に理解をしていただいた上で、多くの方に接種をしていただくことを期待をしたい。また田村厚生労働大臣は、軽度な副反応でも情報をしっかりと出していくということが、私は国民の皆様方にご理解をいただく一番重要なところではないのかなと。副反応の程度にかかわらず、情報をきめ細かく国民に伝えることで接種に対する理解を得たいという考えを示しました。一方、妊婦に対して法律に基づく努力義務を課さないとしていることについては、まだデータが、十分に集まっていないということでございますので、そういう意味でですね、努力義務からは適用を外すと。妊婦への接種について国は、本人が医師と相談して慎重に判断することとしています。これについて妊娠と薬の問題に詳しい専門家は、海外では1万人規模の妊婦さんに接種されて、そういう中で赤ちゃんへの影響であったり有害事象の報告がないっていうのは、我々の立場からすると、まあそう大きなリスクはないんだろうねということは言えるかと思います。ただ接種する場合はしっかりと説明を受けて納得することが重要としています。ワクチンと因果関係がなくても1000点以上の赤ちゃんというのはある一定の確率で生まれてきますし、そういう中でもちろん流産しちゃう方もいれば早産になる方もいれば、いろんなトラブルは打ちたくないという人 もうある一定数いますので、そういう意味で厚労省の努力義務にはしないというのは本当にリーズナブルな判断かなというふうに思います。今日の全国の感染状況です。これまでに1305人の感染が発表されています。亡くなった人は101人、重症者は644人となっています。またイギリスで感染が広がっている変異した新型コロナウイルスに全国で23人が感染していたことが新たに分かりました。京都府と鹿児島県では初めて感染が確認されています。変異株の実態